どうも、新宿アボイ金清です。伊沢です。新宿アボイの中年の主張でございます。はい、それこそさ、はい、前回邦子さんの邦子祭りに出させてもらった話でしたね。はいはい、それちょっと続きなんだけどさ。あ、続き、はい。それね、松村さん久しぶりに会ってさ、うん、はいはい、松村さんの舞台見て帰ろうと思ったの、うん、で、松村さんの前がプロレスラーの方かな。あーだね、ね、うん、誰かやってる時にも、うん、袖にスタンバイしてたのよ、松村さん、はいはい。で、俺も袖にいてさ、うん、ちょっと松村さんのチラチラ見てたさ、うん、なんか水を手に取ってさ、うん、頭に塗ってんだよ。ほうほう。だ、気持ちいいなって言ってんの、うん、なんだろうな、ヘアトニックでも塗ってんのかなと思ってさ、よく見たらさ、うん、あの手を消毒するアルコールをさ、うん、手に出して、うん、頭に塗ってんだよ気持ちいいっつってさ大丈夫なのそれ。で、それ霧吹きだったからさ、うん、最終的にはもう霧吹きではもう頭ごとガン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 いってさそれただ単に染みてるだけでしょ、アルコールだからなんかわかんないけどいや俺とりヘアトニックつけてるのかと思いましたよっつって、いやいや、もうコロナ怖いからさっつってさ、頭につけるってすごいね、アルコール大丈夫なのかな皮膚的なあれ、ただれますよって言ったけど、うん、コロナが怖いんだよっつってめちゃめちゃ笑っちゃってさ俺。まあね、まあ、松村さんもね、まあ、確かにコロナねあれだったから、うん、頭ヘアトニックみたいにつけてるよってさ、びっくりしちゃってさ、袖で袖でそうなんだ、そこ俺そこ見てないな、症状がさ、うん、俺うわやっぱりちょっと変わってるなと思ってそれこそなんかさ、俺舞台終わって楽屋戻ったら、うん、松村さんいてさ、お疲れ様でしたなんて言ったらさ、最近奥さんとキスしてますかって言われてさ、うん、いや僕奥さんいないですよ、うん、あ、そうですか、キスしてますかキスしてないですけどねっっまず逆にキスしてるんですかって言ったらね、うん、キスしてないねどうやったらできますかあ、僕ね口内炎ができるぐらいねキスしたいんですよっっでそのままそれに向かっていったのどういうこんなにできるそんな激しいキスしたいのみたいな。あ、すごいねやっぱり松村さんはちょっとねすごいな、唯一無二ですよ、本当と思うわなんでこんなにできるほどキスしたいっつっていや、本当に笑わせてもらいましたよ、本当に松村さんは本当に。だから、あの1年ちょい前だけどさ、まあ、あの毎日電話くれた時期があったのよ、コロナ入って、はいはい、まあまあその男のもいろいろなんかうちらもあって、うん、あの辺の時期に毎日電話来て、はい、でまあモノマネが入るんだよ、はいはい、もう漫談が始まるんだけどさ、もうあえて、うん、あの電話じゃなくて、うん、あのイヤホンつけて、うん、あのイヤホンで話してたの、うんうん、そしたらもうさ、うん、なんかもう松村さんのオールナイトニッポン聞いてるような、ラジオ聞いてるような感覚よ、なんかもう、うん、ずっとこっちはもう笑ってるだけなんだけどさ、なんか止まんないからさ、あ、いや、なんか得した感覚よ、一人でなんかモノマネをね、見て聞いて、そう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 、独り占めしてる感覚、独り占めしてる感覚でさ、あ、いや、それで、いや、大丈夫、元気とか、あ、なんかさ、なんだかんだ連絡くれて、うん、で家も近いからよくね、うん、会ったりしたの、電車がたまたま一緒になったりとか、そうそう、ウォーキング中にばったり会ったりとかさ、だからちょっと引っ越す時も、うん、あの一応連絡しなきゃいけない、すいませんっつってちょっと離れちゃうんですっつって、そうそうそう、だからそう会うのは、あ、だからそのコロナになってからウォーキングとかで会った以来だから、まあ1年以上ぶりになるのかな、会うのは1年ぶりぐらい。いや、なんかやっぱり、うん、松村さんだなと思うよね会話してたら。いや、今のはさ、俺はその時その場所にいないから、松村さんだなーっていう感じするもん、想像できるもんヘアトニックみたいにアルコールつけてたりとかさ、こんなにできるぐらいならキスしたいですねーとかそういうの言いそうだし想像できるよね、なんかねでさ、あの伊沢さんもさ見てるさ、まあだからうちはと同じように松村さんも出て邦子さんとやるじゃん。でやって下がるときにさ、いや以上まっちゃんでしたみたいな言った後、山田邦子お願いします、山田邦子一つよろしくお願いします、ずーっと客席に言ってて、選挙活動みたいな感じなかなか下がらないなかなか袖に帰ってこないありがとうございましたって言ったから3分ぐらい寝ます長くなりそうだなと思ってみてたもん、ね、
松村節というか、あ、うん、面白い人だよね。面白いよ。いや、なんかだね。あ、いや、だからそれね、朝ラジオ体操行って近所の人でさ、うん、まあ今どうかわかんないけどさ、うん、でその後普通にみんなでお年寄りの方々だと、うん、ファミレス行ってさ、ご飯食べてさ、愛される力、力もすごいよね、やっぱり、ね、ね、愛される力もね、うん、あると思いますよ。いや、でも松村さんと会えたのも嬉しかったな。いいね、いいね、OB がたくさんいるね、今日太田プロ OB が。その場でね、まあ、交通費ですって渡されてね、うん、あの僕らも太田プロ辞めたんで、もうこのまま持って帰りますって、ダメだ、お前一回持って帰ろう、事務所に、事務所一回入れろっつって、いやいや、僕らも辞めてるから持ってったわけわかんないですよっつって、いやいや、そこは入れてさ、たまには顔出さないとっつって、ギャラ持ってきましたっつって、いや、それはわけわかんないでしょって、顔出すのはいいにしても、うん、ギャラ持ってくのわけわかんないでしょっつって、俺はちゃんとマネージャーに渡すよっつって、うん、いやもういいでしょ松村さん、別にそんなあれね、そんなのっつったら、いやもうこれは持ってかないと、何やるか分からないからさ。で、あと太田プロのマネージャーさん、ちょうどまた前の日に、うん、あの電話で喋ってた、で喋、うん、りましたよっつったら、あのもうすごい聞いてくるんだよね、うん、なんかあるゴシップ、ゴシップ喋ってた、ゴシップ、いやいや、そのゴシップとかそういう話じゃないですよ、ジョノの話だもん、いやいや、あのまあまあなんかいろいろな話、仕事の話、まあまあなんだかんだ話、え、なんかあったでしょ、なんか言ってたでしょ、ジャーナリストだ、そうそう、いや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 、すごかったね、これで、そので90分ぐらい喋ったからさ、90分も喋ったらさ、絶対なんかあるよ、50分絶対そう絶対そういう話するから、普段絶対、うん、してるはずだからさつって、いや本当にないんですつって、いやー、いかったですね、いやいやね、いや嬉しかったですよね、久しぶりに、いやいや本当本当、はい、というわけで今日はちょっと短いですけど、ね、はい、あ、そうですね、はい、はい、ありがとうございました。